今何度くらいかなとかできない人だからまあ行っても6度とかじゃない世界5でもすごいわよってすごくないよくるみんからの飛行機飛行式からのりいちゃんからのきょっぴーのループ <laughs> ごまこんばんはそんなループしたのそんな寒くないよ寒いよ 寒いよこの場にいないからわかんないでしょそんな寒くないでしょとか言われてるけどリーナの体感温度的にマイナス2度ぐらい寒いです <laughs> SK ファミリーのりーちゃんのチェキ当たったでああ、ツイッター見たおめでとう <laughs> めっちゃ前の写真じゃないあれ加入してすぐだよあれ <laughs> ちょっと嫌ですね <laughs> どんどん更新されてくからさ顔が <laughs> あと撮り方とかさなな慣れとかがさ全くない時期なのよねチャイナの時ちょっと照れますね今日も大好き「ダカヤ」ってなんかあれみたいだね方言みたいななぜ疑うって一番じゃないでしょリーナ昨日カノンさんだけだったし照れてれ そりゃ疑うでしょそんな浮気たくさんしてるんだからねそんな寒くない寒いよハートありがとう <laughs> 非公式チャンネルにりーちゃん呼ばれてないのがけしからんって <laughs> どういうことうさぎ時計うさぎありがとう不思議の国のアリスですねハートありがとう 心を込めてはとやくありがとうリーちゃんはゲームとかしないのうん最近全然してないですアムールデューショコラ行ったけど美味しいチョコをアムールデューショコラってどこだどこですか今日昼間暑いくらいだった本当昼間全然暑くなかったよ外出たけどさ リーナは半ズボンなんだけど <laughs> 半ズボンっていうか普通に何半ズボンとかさミニツカでリーナは生きてるんだけど昼間とか <laughs> 寒いよバナナで釘打てるってどういうことバナナで釘打てるってどういうこと打てるわけなくない世界を何だと思ってるのっていや 推しリーナ世界で推し6人しかいないんだよみんなもそれくらいでしょそれの中の1人6人中の1人って全然世界一とかじゃなくない世界をんだと思ってるのって言うけどさ世界のみんな知らないわけじゃんでも世界一可愛いって断言できるんだよ意味わかんなくない俺の可愛いいリーナこんばんこんばんは,んばんは今でもやっぱり俺なのね 昼間は暖かくなかった。うん、暖,くな暖かな。暖かくなかった。全然初見さんオンリーワンオンリーワン。ぜひフォローよろしくお願いします。可愛い,いタイのファンからありがとう。初見さん、タイの方多いね。りなもタイにいたんですよ。タンプレ買ったよ。楽しみにしててね。文房具にしてくれた。<laughs> ありがとう。ありがとう。楽しみにしてます。 多分次の12日の公演の時に来るかな楽しみにしときますありがとう気のせい寒さ気のせいじゃないです、うん、全然気のせいじゃないですいちごありがとうハートをるのが日課になってきたって <laughs> ごめんねたくさんハートをらしちゃって結婚して 10? ダメ今日は阻止じゃなくてダメです アイテムは気持わらありがとう,バラありがとう昨日の配信寝てて見損ねましたって昨日どんな配信してたっけあチワワとかのやつね寝ててみみ見損ねるは絶対ダメだよ可愛い,いありがとうカミナとリーちゃんで漫才やってほしいカミナちゃんは面白いけどリーナは面白くないよ半ズボンって小学生男子が男子かいやー 女子中学生ですよ今から焼肉行くいいなそういえばねさっきねあのー、あれあれ食べたなんだっけチキン手白のチキン食べましたよ美味しかったです JC すごっていやリーナだけだけどね JC でも <laughs> JC でもね短いのリーナだけだけどね すごというかリーナすごでお願いします <laughs> 今ジェの JC はそんなもんじゃないですまだまだです免疫の高島屋ああ高島屋でやってんのえそんなのやってんだ知らんかったあ待って最近なんかめっちゃチョコ祭りみたいなのやってないなんかセブンでもやってた気がするあそういえばセブンといえばブリトーねみんなぜひ食べてください そう最近さブリトー食べたいんだけどめちゃくちゃなんか自炊生活してから <laughs> 自炊生活ってなんかなんかなんか変な感じだけどなんか小4の頃からご飯を作り始めてから何ご飯んも材料もさ自分で買うのよりいいな自分で買いに行く時があるのねママいる時もあるし自分で買いに行く時もあるんだけど。 なんかやっぱり何絶対作った方がや何金銭的にあのー、ノーダメージなのよダメージはあるけど割と少ないダメージなのねその自炊の方がでそう考えるとさコンビニ行けなくなってリーナ <laughs> ちょっとね節約家なんですよリーナ割とそうだから行けなくなっちゃって だからあんまりねコンビニ行く習慣がないんですよ <laughs> だからみんな買ってきてくださいリーナに無理とそりゃ寒いよ寒いよ紅茶ありがとうリーちゃんもミニスカなのかそうだよリーちゃんもああそうそうそうあでもアンズとかはやっぱり度が超えてますよね寒 <laughs> さがまず違うよね さっきまでリータにお手紙書いてたお手紙ありがとうなんか変なお手紙書いてない浮気症 <laughs> 今日今日にて浮気する人数を増やしますみたいなそんなん書いてない大丈夫マイナス3 0度の世界だとバ,バナナで釘が打てる工てすごすごいね日本もなんかマイナス41だっけ最低本当の最も 今までの人生で本当に最低が確か北海道とかで41マイナス四4 1とかじゃなかったっけ暖かくなかったかうんバナナ革命で釘が打てるようになりましたそんなバナナ革命みたいなそんな革命起こったの曲名じゃないっけそれバナバラバラありがとうバナナにつられてバナって言っちゃったバラバラありがとう 唐揚げ食べてるいいじゃんダメはダメは予想外だった本当。コロナの後遺症がひくてずっと仕事休んでる大丈夫この前仕事行ってたけど大丈夫どういう後遺症誰もありがとうポケがカミナでリナちゃんはツッコミだからお,おもろくなくていいのよっておもろなくていい ねえ漫才なんて面白くないじゃん <laughs> 今日早番だったから早く帰ってきたで来れたでショールーム見れるの嬉しいありがとうお疲れ様ですだるま100個突破ありがとう100個 <laughs> ハートもだるまもなんかいろいろありがとうございますチョコ祭りそうチョコ祭りやってんの、ね、よ最近ビギナーさんバ,バラバラ <laughs> またバラナ,ナって言おうとしちゃった バラバラありがとうございます。綺麗なバラ。元気、元気です。<laughs> 元気じゃなきゃそんなね、短いやつ履きませんよ。こっちの JK は真冬でも、静脚って言うものこれ。え、マジまあ、JK はそうだよな。こっちの JK って、えいや、あっ、北海道の JK。<laughs> 北海道で、真冬で、 生,客生客っていうのすごいね「純日の公演の当選明日の3時おお3時かバレンタインだから」ってあそういうことねそっかバレンタインかみんなにはあげないよ <laughs> テレビで、ね、テレビでもやってたよえやってたでテレビあんま見ないのよ <laughs> テレビあんま見ないですよちょっと現代っ子で。 あテレビは朝しか見ません朝のふんふんってやつ <laughs> 女子は足出してるだけで勝ちやからいや足出した方が負けですよ今日もキラキラしてるよねありがとう目が特にね一日一ぶりと一ぶりと三ぶりと食べないと3食だよ一日3食だよ大丈夫りーちゃんこ,こんばんは今日もリップの色良きよきをありがとうそれしか話題ないんですか <laughs> リップの色ありがとうございますコンビニ買って帰るのが欲しすぎて買ってない何欲しい自炊してるのって自炊って言うよねご飯作んの <laughs> それはするでしょ逆にしない ?7 人家族とかでさ毎日外食とかさコンビニとかでご飯買ってる人いると思う可愛い,いありがとうブリトーの台湾カレーミンチ食べたいんだけど売り切れてて。 売り切れてないのよあそういうことあれモッツァレラみたいなやつおすすめですピザみたいほんとにブリトを食べると食べな食べな俺のも作るよね作りません作りませんあ妄想しといてくださいいいお嫁さんになるねそうですねいつでも行けます <laughs> 相手見つかり次第ブリトを買ったよ当たるといいなね当たるとあそういうことね確かに何があったってほしいのみんな的に会いたい 会え,る会えるやつ当たりたいとか言わないでよリーナいないからね金銭のこと考える中学生いや今どきの中学生というか小学生でも金銭は考えますよ小学生の頃からリーナずっと節約してたからね <laughs> お年玉とかさお小遣いもらっては節約してたからねブリトーでダザニア作ろうってダザニアってなんだっけリーちゃん偉いなありがとうコンビニって意外と高いからねそうだね ブリトニー買ってくるわそれはおじいちゃんブリトニーはおじいちゃんみんなもおじいちゃんもしかして <laughs> リーナのおじいちゃんねブリトニーは僕も金銭気にしてますからいやそりゃね大人は金銭気にしなきゃダメよ <laughs> 金,金銭気にしてなかったらねちょっとだいぶ破産してるよ推しに貢ぐマネーがなくなるじゃないか <laughs> 日本世界の 人気パティシエが集うすごい祭典だよコンビニとは格が違うって <laughs> 格が違うとか言うなコンビニのブリとも格が同じですよ <laughs> えーすごいねでもあ待って待って待って痛いなんでなんでだろうあやばい絶対まつげ入ったかもめっちゃ痛い痛いな 狂気が目に入りました <laughs> 待ってやだ痛い <laughs> まつげ入ったな多分 <laughs> 痛かったーまあいいやそうファンの方がいたってことだよねバレるんで行かないときます <laughs> 変なお手紙っていや意外とありえるかもよそんな手紙書きませんって本当大賀組リーナ班っていや違うんですよ大賀組リーナ班じゃないんですよねカミリナカミリナカミリナ保育園幼稚園カミリナ幼稚園リーナ組なんですよねバラありがとう綺麗なバラ 手ジラボからインスタで毎日誘われてますってはい、ぜひその誘いに乗って絨毯で乗って飛んでってください <laughs> なぜそんな手紙書いてると思ったって直感ですタイに住んでた頃の子供向けのお菓子で何かいい思いでありますかいやお菓子そんな食べてなかったっけあ、オレオだオレオオレオです、美味しいです <laughs> オレオもうひたすら休日に買ってた記憶しかありません 5バーツ5バーツだったんだよね確かオレオがそのタイでダンディーナがよく買ってたところでねよく5バーツで売ってて5バーツ出して買ってました <laughs> ラ,ブレラブレターありがとうぜひラブレターは普通に普通に送ってください <laughs> バラーありがとうこんばんはこんばんは初見さん可愛い,い涙泣いちゃってるけど大丈夫 うんうん,んリナ普通に別の意味で泣きそうになったよあれ入ってる、まあ、知らねえや知らないわ <laughs> ありがとう是非フォローよろしくお願いします生足え生足じゃないの正脚正脚,脚っていうのあれそんなね女子中学生でさそんな正脚とかなんか生足とか知らんけどさそういうの読まないからねてか書かないからそもそもそういうの書くのねオタクの方だけですよ 女子高生が好きなオタクの方だけですよそういうの書くのフリッ怒りな来たって来てませんタグで焼肉のせればいいなそそられるやん昨日携帯の電池交換して,たしてきたから快適です来月電池3000円値上げえそうなの携帯って電池なんかあるの知らないんだけど生足じゃない生却って え何生足か性客どっち生足はてなみたいな言ってる人もいるし生足じゃないって言ってる人もいるし <laughs> 何何結局何全員違うじゃん11月2日にコロナになってそれから体が星の今ほ,ほぼ寝たき大丈夫か大丈夫か回復しな <laughs> 頑張れあんずは北海道でもミニスカだろうなうんきっとそうです生脚 生キャラメル的脚っ,って言ってる人もいるし違うって言ってる人もいるし正脚って言ってる人もいるし結局何なんですか生足生足寒さよりファッション取るのっていや知らないよリーナは寒さ取ります <laughs> 現代っ子だなそうだよね チョコくれないならかなチョコくれないならゆねちゃん単押しになりますってゆねちゃん以外も押してるでしょミレイさんとかカノンさんとかまあリーナがチョコあげないだけでそんなね単押しになるくらいの愛ってことですよ悲しいな涙出るわふふふふサンブリ飽きそうって <laughs> 飽きないのダメですよ飽きちゃうってリーナが言うんですよ <laughs> リーナはすぐ飽きる人間なんですけどねおしゃれは我慢だからねそうなの我慢したことないかも昔は会社の女の子から義理チョコいっぱいもらえたのになって義理チョコなので、ね、全部 <laughs> 本命チョコは本命チョコはリーナ本命チョコ渡したことないんだよねあんまさ男の子好きになんないからさリーナ <laughs> そう確かでもあでも なななんんかか気になる子はたたくさんいいちちっちゃい頃 <laughs> 幼稚園生とか一 <laughs> 人あ一1年生の時かな一人いた今日怒りナで今日一回も怒りナしてませんチョコをちょこっとくださいちょこっともあげません愛をちょこっとくださいいや逆だな逆でもないけどニーナが愛をちょこっとあげるから ドバッと愛をくださいこの顔絶対おかしいよねなん,なんていうのまあいいやドバでいいや色紙欲しい色紙あ、みんなサイン色紙がいいのやっぱサインって重要だねぜひ次のサイン会あったら応募お願いしますアンズと別れたら結婚してくれますかアンズと結婚してんの今やりな。アンズと別れてもみんなと結婚してないんでリナは一生、一生、一生ではないけどまあ独身で生きていきます <laughs> <laughs> あのー、成人するまで独身で生きていきます11月2日にコロナになってそれから体がだるい今はほぼ寝たきり大丈夫か大丈夫か普通に仕事行ってたけど大丈夫 ?11 月2日にコロナになってりな1月に確か明しは仕事忙しい仕事あるって言われて介護の仕事言われて励ました記憶あるけど。 大丈夫か無理しないでよそんなだるいのに寝たきりなのに仕事行かないでよ <laughs> しかもよりによって大変な仕事 <laughs> もちろんゆうねちゃんミレさんに会いたいってありなには会いたくないのねオッケーきりち文化なくなったってあなくなったんだまあ、でりなギリチョコしか渡したことないけどともちょこかなともちょこあギリチョコ渡したことないかもギリチョコってなんだっけ <laughs> わかんなくなってきた 結婚早そうリーほんとまあ確かに結婚早いかもねだってリーナ今14歳じゃん10年続けたとしても24歳じゃんって思うとあ十10年続けたら一応13歳に入ったから23歳か確かに早そうだね <laughs> 知らないけど <laughs> 全く健康結婚願望とかないから。 まだ14歳なんでね <laughs> B 社のリータンを今のところ12口申し込んでるってもっと申し込むんだそんな確率で当たりませんよ結構なんか、あのー、売れてるらしくてファンの方情報なんだけど <laughs> そうだから、まあ、ありがたいことにねなので結構厳しいと思います倍率が。 兄ちゃん後ろのプロフの黒い髪なくなっちゃったのでなくしたんですよな <laughs> くしてこの前お出かけするって言ったやんお出かけしたんだけどホワイトボード見つかんなかったんで普通に通販で買います「<laughs> かがい目薬」ってまたおかしいやつ来たわおかしいやつじゃないんですよ嫌がらせ込めはしちゃいけませんまあしてないかもしれないけどねお互いの気持ちを考えて自分がそう言われたら 何どうって例えばさゆうやんリーナに「リーナがチョコくれないなら楽しになります」って言われたらリーナどう思うと思うリーナはまあ本音しか言ってないから <laughs> それぐらいの気持ちなんだなって落ち込むけどねまあリーナは別にそんな傷ついてない人だからいいけどバラありがとう 直してきてきいいいよいやなんかどっか行った痛み吹っ飛んだみんなの方行ったかな <laughs> あれなんか痛いよ痛いの痛いのみんなに飛んでけみたいな飛ばすもしかしてもしかしてじゃなくて飛ばす痛いの痛いのみんなに飛んでけ飛んでった <laughs> 飛んでったりなは全く痛くないよこの中に目目医者様 名所眼科の医者さんこの中に眼科の医者様いらっしゃいますかって。いたところでさ、ど、どうなる <laughs> い,いて、はーいって言っても <laughs>、今すぐ家に来てくださいってなる。あれでしょ、普通にリーナが鏡を取って、取った方が早いでしょ、絶対に。眼科のお医者さんをわざわざ呼ぶよりも <laughs>。一回しばかないとしばかないと だ誰をあまつげを <laughs> 何の話をしてるまつげをしばく <laughs> 自分の目なんだが痛いよ痛かったって痛痛って何痛なんかそこら中にたくさんあるけど <laughs> あ痛かった痛かったもしかして痛かったじゃなくて痛かったあ確かにリーナは痛かった痛かったよ痛分かってない まつげさかま,つげまつげねうん <laughs> そんな変な歌作らなくて大丈夫ですさかまつげ,まつげ,まつげリーナそう一応ビューラーやったんだけどほら一応上がってるよ兄ちゃんこんばんはこんばんは13日おめんええ何13日13日なんかあるっけえ知らないんだけどああそういうこと あ13日連続配信のことね。び <laughs> っくりした。13日多めって言うから、13日なんか、なんかあったっけって思って <laughs>。びっくりした。そうね。13日配信ありがとうございます。ありがとうございます。毎日来てくださっている方もいるので、非常に嬉しい限りでございます。ますます。はい、ありがとうございます。<laughs> チョコの話ではコンビニと比べたのブリトーじゃないって。いや、知ってるよ。<laughs> コンビニといえばブリトーでしょ。 だからコンビニと比べるってことはブリトーと比べてるってことですよリーナの中でコンビニイコールブリトーなんですりちゃんおはよう連続配信あざますこちらこそあざます <laughs> おはようでもないけどまあ業界的にはおはようですねこんばんは何時までしますかくるみ抜けてきましたみんなくるみ見てんじゃん浮気だみんな浮気ひどいひどい <laughs> 今日は 7時50分ぐらいまでを予定しておりますがきっと55分になると思いますいつも HENTAI 変態な <laughs> お手紙来るのいや別に来ません別に来ませんお手紙もらうこともあんまないかもあんま一部の方だけかなお手紙いただけるの日曜の公演申し込んでみた あ、本当ありがとう当たる当たりますように神奈幼稚園リーナ組からキララ組に変更できますかいやできません <laughs> できませんねそんな組ないんでねあ日曜日熱強かったから申し込み見ましたおおありがとう熱強かったからじゃなくてあの大好きが勝ったから申し込みましたって言うんだよ分かったやばいリーナの中で脳内で変換しとくあ 日曜日大好きが勝ったから申し込みましたありがとう <laughs> バカバカしいありがとういつも普通の送り方じゃないのか何があそういうこといつも普通です普通ですリーターへの愛を伝えるお手紙書きますこのコメ書いて照れてますって多分このコメ書くよりもその愛を伝えるお手紙書いてる方が照れてると思います 5バーツは20円だそうです日本だったら俺は1個くらいだねあ、そうそう,そう1個だよあなんか個包装で1個が5バーツ生足って読むのかこれ生捨て生捨て生捨ては絶対違うでしょり <laughs> ーちゃんのサインないからサイン欲しいってぜひもらってくださいサイン会は確実にもらえるんだけどまだ決定してないんでね イモムシありがとうございます。なんか変なトッピングされた芋虫 <laughs> 食べたい方います。枯れたバラありがとうございます。ハートありがとう。涙出なさそうリーナ出なさそうってどういうことまあ涙は基本的に1週間に1回は流しますね <laughs>。1週間に1回は流さないとなんか変なんかねたまるんだよね。 なんかリーナ涙溜まる人なのか知らないんだけど <laughs> なんか特待生時代は本当に毎日のように泣いてたのねリーナちょっと結構なんかできないことが多くてあエスケイン入って最初の頃もそうだったんだけど <laughs> でなんか最近はあんまり泣いてないのだから1週間で1回泣かないとなんかなんか溜まってんのか知らないんだけど変な感じでえ <laughs> だから 1>, 1週間に1回泣いてない日と週泣いてない週はなんか笑っただけで泣いちゃうんだよねたまってんのか知らないけどた <laughs> まってんのか知らないんだけど1週間に1回泣いてない日は笑っただけで泣いちゃうんですよ <laughs> だからね結構泣きます涙出てます怒りんだ我慢しないんだとかどういうこと 俺に本命でもいいんだよって初めての本命誰になるかな <laughs> ハート百投げてありがとう女の子好きになるのっていや女の子は別に <laughs> 別にいつもたくさん愛届けてますが足,り足らないですかそれはまあ自分の自己判断でお願いします 自分で足りてると思うならもうそれは素晴らしいと思いますよ。愛は倍,倍返しか10倍返しか、まあ、10倍返しいやそれ超えて100倍返しでお願いします。りーちゃんの奴隷になるのでチョコくださいって奴隷募集してません今好きな人いるからいつかりーなちゃんに「星です」って紹介できるといいな「星星?」って感じだけどえちょっとキュンキュンする <laughs> 恋バナじゃんもう嬉しいなんか。 知らんけどえー、好きな人いるんだいいねまあリナは告白はするよりも待つ人なんで、まあ、待ってこないんだけど <laughs>、ま、待ってこないんだけどまあ是非待ってください女の子はね女の子は告白を待つべきだと思いまして男の子は逆にするべきだと思うのでねえー、嬉しいなんか頑張ってください 嬉しいな逆に「おいらは逆バレンタインします」ってりーちゃんにねいいじゃん逆バレンタインでもバレンタインって本来さ男の子が女の子に渡すんじゃなかったっけあ逆逆ホワイトデーだっけどっちだっけななら20歳になるまで待つわうん待って <laughs> 待ってそこりーちゃん20歳まで独身宣言っていやそりゃそうでしょ <laughs> そりゃそうでしょ 配信何時ままでしますかさっき言ったからいっか多分結構前のコメントだから「成人まで独身当たり前よ成人しないと結婚できないよ」あれ結婚って15歳からじゃなかったっけあれ違っけ何が15歳からなんだっけ可愛い,いありがとうセブンイレブンのインバイティアムのこれ。 で応募させててくれないって確かに北海道は無理だねまあそれは諦めるしかないです <laughs> ブリトーはほどほどで会いに行くのにお金使うおーそれはいいと思いますねブリトはもうその分みんなの力でね1つ1人が1つ買っても10人が1つずつ買えば10個だからねそういうのいいよね <laughs> 結構もう団結力ってまだ帰りの電車の中気をつけてリーナもこの時間いつもなら帰りの電車だわ <laughs> 近くのセブンいつもブリトー4つぐらいしか置いてないきっとあれですよ誰か買い占めてるんですよ今日、えー、お昼ご飯にブリトー3個朝ご飯は,は4個食べてエネルギー補給みたいな誰かやってるんだってきっと <laughs> きっとあれだよそう買い占める客がねい,い,いるんですよ嬉しいことに <laughs> 知らないけど <laughs> ファンのことよく覚えてくれているねってそれ覚えますよ介護の仕事してるのコロナになってから無理,無理して働いてたえどういうこと無理はしちゃダメだよ <laughs> 介護の人でさコロナでもえコロナでも働いてたってこと普通にあの介護する対象の方ってさ割と何介護される されている方だからそんな病気にかかってめっちゃすぐ治るみたいな感じではないと思うのねだから介護の仕事する側も無理するのはよくないと思うな介護される側がそれで影響あってもよくないからそれはそうだねどっちにしろ無理はよくないですさっくーがりーちゃんは素で生きてるって言ってましたって うん <laughs> リナはこれなんよ <laughs> そんなこと言ってくれてたんだでもサックも素だよ結構ってかなんかみんな素だと思うけどそんなことないかな知らないけどそんなみんなの配信毎回さあ見れてるわけじゃないからさあれだけどリナは素で生きてますよ <laughs> リナはもなんかあってもこれだよねきっとまあ子鹿の時もあるけどきっとなんか犬が小鹿になったみたいな。 まあど動物が変更したみたいな感じだから <laughs> かわいい笑顔だなありがとう痛い痛いって何がああリーナが飛ばしたから痛い痛い <laughs> あ飛ばしたから痛いのねあみんなごめんねでも多分リーナの痛さをそんななんか1615分割してもしてもそんなみんな言っててっていうぐらいだったらリーナめちゃくちゃ痛かったんだと思うな 1615分割した痛みだよみんなわかる本当に中学生考えが大人いやなんか割と精神年齢20歳なんです自分もうそのキャラでいこうかなキャッチフレーズに入れよっかなはい精神年齢「精神年齢は永遠の20歳だけど」とか言ってキャッチフレーズに入れよっかないや入れません昨日のルームルーム配信でサックが梅干しみたいなス吸えセーター服着てた エ星って <laughs> すごいね痛いのが飛んできたけどちゃんと避けましたいや避けれないから無理しないで痛いなら痛いって言うんだよみんなに飛んでけば完全に悪意を持って狙ってるのよって <laughs> 違う自分の痛みをなんかみん誰かが誰かがなんか負担してくれるよみたいなことを言ってくださったからみんなにね与えたんですよ チョコ欲欲欲しししいいいってナナも欲しいわ <laughs> リナもわ <laughs> 保育園で私が怪我したところを子供が痛い痛いの飛んでけってしてくれるえっかわいい癒やしいいえなえんかほんとにリーナ2歳がかわいいなんか2歳ってめっちゃかわいくない <laughs> なんか全盛期だと思うんだよね2歳って人生の <laughs> 人生の全盛期だと思うんだよねほんとにリーナ2歳に戻りたい。 いやリーダーが戻っても意味ないか誰かが2歳の頃に戻りたい2歳ってめっちゃ可愛いんだよね友直なら親友の俺はもらえる権利あるないつから親友だと錯覚していた <laughs> みんな親友だなもらえる権利ないですよ友直今年渡さないで今年は友 トモチョコいや友チョコを渡すか何用意してないんですよごめんなさいねごめんなさいね女の子限定です痛いの痛いのりーちゃんに蹴り返しましたゴールしましたゴールりーなキーパーになった記憶ないんでゴールはしてませんね <laughs> 明日ドキドキだわ外れたら可愛いリりーちゃんに会えなくなるからなそれはもうドキドキしましてドキドキしてドキドキしてもう胸があやばいかも倒れるかもしれませんね <laughs> 確かにまあ外れないように祈っときましょうここに今年のリーナの大吉を捧げます <laughs> これで当たんなかったらもうなんかリーナのリーナの運使い果たしちゃってなんかもったいないなって思います <laughs> リーちゃんフォローしてありがとうあれ今更 <laughs> 待ってずっと前からフォローしてくれてると思ってた <laughs> 悲しいなんかあ,ありがとう <laughs> ありがとう錯覚してたわリーナがごめんね 週末名古屋にブリトー買いに行きたいな公園当たってほしいな確かにブリトー公園豆腐号ブリトーはダメだからね分かってる <laughs> ブリトー買うのが目的じゃなくて可愛い,いりーちゃんを会いに行く <laughs> ついでにブリトー買うようでお願いします <laughs> ブリトー買いに行きたいな公園当たってほしいなってなんかブリトーの方がなんか存在が大きい気がしちゃうなんかね 銃器が手つなぎ出るみたいねあ決まった明日で毎日アイドル2週間だね毎日見れないけど明日であそういうことそうだね <laughs> あっという間にキョッピーが始まるなんて言えないってどういうことあ非公式チャンネルあ行くのか のか悲しいね一途にりいちゃんの配信を見ては褒めて非公式チャンネル見てるけどって見てるんかい褒めないわ褒めなくてよかったオタク育成系アイドルそうだよ勝手にお俺の米変えるないや勝手に変えたわけじゃないなんかそう見えたなんかさ 変えたわけじゃないんだよねそう見えたからリーナそのままそのまま読んだわけですよはい <laughs> 日曜の公演申し込んでるよありがとうリーちゃん12日はモニター観覧に孫と行きますおおいいじゃん孫も理直しですかわ <laughs> らありがとう 愛が強すぎてスタッフさんはじかれないようににほほどほどの愛にしときます弾かれるってどういうことかわいいなぶっちゅうなんかぶっちゅうんやだなせめてチューにしといて <laughs> 日曜当たれば初リーちゃんができるのだがおー日曜当たれば初リーちゃん日曜か初初そうなんだ知らなかったいいね当た当たりますように <laughs> みんなに言ってたら多分ねリーナの運が切れちゃう もうすぐクラスがいだな、ね、い4月からもリーナ組で「痛いです」痛いですじゃない「いるんです」誓ってくださいやーい泣き虫茶化かすないやそんな茶化かされてもリーナ泣きませんよなんかリーナ泣く時って大体さ何みんなに何か言われて泣くわけじゃないんだよ <laughs> 自分で自分を責めて泣くから茶化かされてもリーナ泣きませんミオさんが チョコの芋虫でマジビビってた可 <laughs> 愛い,いそうなんだ可 <laughs> 愛い,いですねタコありがとうタコタコたこ焼き食べたいなリーちゃんと泣きたいあリーちゃんと泣きたいあ一緒に泣きたいそれは初めて聞いたかも <laughs> リーちゃんと泣きたいか <laughs> それはびっくりだね <laughs> リーちゃんが高校受かるのを祈っておりますそうだねどこの高校行こうかも決めてないけど 毎日怒ってるなら分かるがって <laughs> 嬉し泣きだといいねいや最近は笑ってる時になる泣くから<笑>,笑い泣きですね家内島さんは以前チョコとお菓子でカブトムシの幼虫作った <laughs> すごいよね <laughs> そこまでさ何虫を愛してるアイドルいないと思う夕食してきますえっ食べに行くってことしてきますってことはいいないいなリーナも連れてって最近泣いたのはいつ ええ？わかんない覚えてない最近ずっと配信してる記憶しかないです明日外れたら泣くのでショールーム来れないかも来れなかったら察するわ東京では屋台のチョコバナナの隣にチョコイモ虫が並んでるえか 最先端いきすぎいきすぎですそれはい <laughs> きすぎそもそも「愛届いてますか届いてるよ」<laughs>「泣いて強くなる感じいやない」まあそうですねきっと知らんけど知らんけどもう「知らんけど」って言葉最強だよね <laughs> 最強本当に知らない時に「知らんけど」って使えるティーナは流行る前からずっと「知らんけど」って使ってたんだけど俺にもキュンキュンしてるよねしてるよ おいらはりーちゃんの「初見ですの」のコメント待ちしてなのに寂しいってあごめん気づいてなかったごめんね <laughs> 普通に最初の方はねあれなんですよコメントの巡りが早くて読めない方もいるんですごめんなさいちょっとそう最近思うんだけどさなんかりーなって結構さみんなのコメント読むじゃんでもさ全部の配信何りーな以外の方の配信とか見てるとさ分かると思うんだけどさ 全部コメントを読んでるのって多分ごく少ないのね <laughs> 本当にごく少ないと思うのだからあんまりなんか何全部コメント今日読んでくれなかったとか怒られるのはあんまりリーダー的に気持ちはよくないかな <laughs> 当たり前じゃないからさ別に なんかそんなルールがあるわけじゃないじゃん。リーナの配信では絶対にみんなのコメントを読みますとかないじゃん。リーナができればみんなのコメントを読みたいよっていう何善意っていうのもあれだけど。何リーナがそれを目標にリーナは頑張ってるだけで読めなかったら本当にごめんねって感じなんだけど本当に読めなかっただけだからごめんね。<laughs> ごめんね。告白しようかファイナリーやそれはあれですね。 なんだっけ生が出てこないあ片思いファイナリーですね是非してくださいチョコは怒れません知ってる <laughs> 知ってるいっぱい告白されされるやろいや <laughs> 悲しいことにリーナ一人なんですよね告白されたの <laughs> リーナをくくられたらコロッといいなんだいいってなんいい星ってなんだ リーちゃんに振られたいって振られたいの、いつも振ってるよ。十八歳から結婚できますって、あ、そうなんだ。あ、成人に伴って変わったの、あ、そういうことね。そうなんだ。ホワイトデーはチョコのお返しにプレゼントを渡す。あプレゼントもいいよね。でもバレンタインだ。バレンタインなんだから、チョコ欲しいって思うけどね。<laughs> 初見さん、オンリーワン、オンリーワン。ぜひフォローよろしくお願いします。 男性性もも女歳になった多分1は関係ないね男性も女性も18歳になった,な、ね、なったえー、そうなんだ知らんかった可愛い,いありがとう <laughs> 私は松原だから待ってるりっちゃん喜んでくれて嬉しいんだけど <laughs> なんか嬉しくないそんなことないなんか恋バナってすごい好きなんだよね <laughs> えう嬉しいなんかやっぱ松原だよね女の子は待つんですよみんな ブリトーマンか、そうですよ <laughs> お昼に3個は飽きれていや飽きないよいろんな種類あるじゃん可愛い,いありがとう <laughs> 関東のブリトー愛知県にあげますって <laughs> 愛知県くれるくれるのジオンちゃい介護について熱く語るって <laughs> 思うじゃん普通に思ったことを言うだけなんだけどリーナの配信って全部そうなんだけど <laughs> 45は配信間に合ったおおおめでとうありがとう 死5はってなんかめん略しすぎじゃない?「45話」とか言われてさ家帰,帰って来られてもさ「あ,しあ仕事終わったらねお疲れ」って戸惑うよ略しすぎですね精神年齢は樹期最年長のりいちゃんえ本当にそうだと思うよこれからバスに20分取りも乗ります降りるまでに読んでもらえるかなああそういうこと わかんないわかんない20分わかんないですねあでも待って精神年齢の話に戻るけどさ一番やっぱりユネちゃんかも本当に一番落ち着いてますだからリーナよく言われるもん「子供だね」って <laughs> よく言われるもん、ね、でも本当にユネちゃんかもしれん確かに。 よく考えると先進年で一番大人のゆうねちゃんだと思いますじゃあ今日から2歳になりますなれるもんならなってください2歳児ほんと可愛いたまらんよただものすごく大変な時期でもあるあやっぱりなんかイヤイヤ期とかさ始まるよね2歳児ねいいよねなんか0歳とかもやっぱり可愛いけどさなによく喋りだしたりさなんか 人間として2歳の人間としてっていうのもなんかおかしいけど人間としてなんか成長するやん2歳って結構結構ピークに成長していくやんか2歳ってなんかすごいかわいいの頂点なんだよね <laughs> 俺にチャラチョコくださいチャラチョコの作り方リーナチャラくないから分かんない多分あなたしか分かりませんチャラい本人しか分かりませんチャラチョコの作り方は 2歳のりーちゃんめっちゃ可愛いだろな知ら知,れ知りません知りませんリーちゃんの2歳の頃の写真がもうボメに来るよきません変な期待しないでください来ません2歳の写真まずないと思う <laughs> ないと思うデータデータが多分残ってないんだよね俺りーちゃんイベントで1回公演で1回会えてる あ、イベントで1回ねりーちゃんイベントって何やろって思ってた <laughs> そういうことねあイベントにリーナ2回会ってないあれ2回会ってないっけそんなことない東海とかさ全部含めてさ公園で1回会えてるあ確かに公園いたね、まあ、リーナリーナをイチオシとして来てくれたのかは知らないけど <laughs> リナ泣かしたろって泣かしたろって言われて泣く弱い人間じゃありませんアイスありがとう大体時間通り時間通り来てたからフォロー忘れてましたちゃんと覚えててくれてありがとうって覚えてますありがとう<笑>,笑ってる時泣くって笑い泣きですよコメント飛んじゃった通信制の高校の受験するって言ってたものですわかりましたの報告おおおめでとうえすごいね えー、もうそんなのめっちゃドキドキするやんリなナもさ今年受験で考えるとさもうなんか魂飛んでく <laughs> 魂飛んでくわうんなんかさ最近やっぱり進路決めなきゃいけないじゃんねこの時期になるとこの時期ってまあ中3とかになるとさやっぱり決めなきゃいけないじゃんでさ割と高校調べたりするんだけどもうなんか無理 <laughs> 全部無理無理ですもう無理ですって なっちゃうのやっぱりでも通信に行きたいとは思ってなくてだから頑張んなきゃいけないんだけど <laughs> 現実逃避したくなった多分初めて人生で現実逃避したくなったリーナは <laughs> おめでとう本当によく乗り越えました受験期間ね本当に忙しかったと思うけどお疲れ様です <laughs> お疲れ様です知らんけどよりだって子供だもん 星最強星コメント全部読んでるの素晴らしいありがとう読めてないけどごめんね可愛 <laughs> い,いありがとうあんずあんずがどうした沢田さんも後半は飛ばしますあのねコメントが多いんですよコメント全読みしてくれるから愛してます愛してる愛してる初めて言われたかもありがとう <laughs> いつも大好きだもん愛してるはちょっと初めてですね愛してるって何か大人な言葉だと思わない <laughs> ちょっと子供がこれ言うのもあれだけどさ <laughs> なんか「大好き」とかさ「好き」とかはさ友達の関係でも言うやん女友達とかでもさ男友達とかでもさ「好きだよ」とかは言うやん普通に「この,この友達好き」とか言うやん「この子大,大好きな友達なんだよね」とか言うやんだからなんか割とさ「大好き」とか「好き」はさ何いろんな人に使えるわけだけどさ「愛してる」ってさ 友達に言わなくない <laughs> リーナがさ女友達とかにさ愛してるよとか言わないのよ <laughs> だから「愛してる」ってすごいなんかいい言葉だと思いますありがとうコメントは拾われたらラッキーくらいのつもり本当じゃあいつもラッキーでありがとうすぐされるの慣れてる慣れてる慣れちゃった「サックはこの前26分差という時差新記録が出ました」って えリーナどれくらいなんだろうね実際26分はさすがにないかな <laughs> その通りです読まれたらラッキーぐらいでコメントをってますありがとうももたんさんも選んで読みますそれがいいと思いますでも選んで読むのは何かな,なんかコメントしてる時間とかさそれに何そのコメントに対しての思いとかがさあるかもしれないじゃん人によって違うけどさこれが初コメですとかの可能性もあるじゃん ドキドキして打った初コメが読まれなかったらどう思いますって思うと全読みしたいよねやっぱりコメントなんか読まれたらラッキーとしか思ってないから気にしたことない本当 <laughs> 怒らないよありがとう俺だって俺兄ちゃんの話がおもろいから白い面白い面白い面白いお白ち食べたくなってきたかも面白いから <laughs> STS さんのオーディション見れませんオーディションは是非見,せ見てください <laughs> リーナやっぱりオーディションとか言われるとさ思い出すよねジョッキの頃めちゃくちゃ緊張してなかったかなかったわ <laughs> だってめちゃくちゃ緊張してるって言おうと思ったけどしてなかったわ確かにしてなかったけどやっぱりたくさんの方聞いてくれると嬉しいよねオーディションの頃から米読みは適当でいいんやでありがとう 全みは少ない。読まれたらラッキーぐらいしか思ってないから気にしないでありがとう。じゃあ気にしないでいきます。<laughs> っていうのもあんまよくないんだけど。恋話しようって。別にいいけどリーナそんな何甘酸っぱい感じの恋話ないけど。<laughs> ないけど大丈夫さならリーチャんに攻め込みます。攻め込む攻め,攻め込む攻め込むそんな戦国時代みたいなことしないでくださいよ。今日もコメントキレキレで見ててたのしありがとう。 18歳成人になる関係で高校でも契約について授業があるよ星数星制度どうにかしてほしいよね <laughs> 読む側も疲れるんだわ星あるとねえー、契約について授業なんかあるんだえなんか楽しそうじゃない契約についての授業とかの方が楽しそうリ <laughs> ナあれなんだよな数学が苦手なんだよな数学ってストーリー性ないしさあんま楽しいと思わないのよでもさそれに比べてさ社会とかはさストーリー性あるやん 取りあるかからなんか好きってなるけど好きでもないけど <laughs> 好きとはなんないかもしれんけどなんかあ割といいなって思うのよだから契約とかね割と興味あるわりなフフりなちゃん頭の回転いい子ありがとう」が「が学校は」は使ういやそんな読みにくい子と使わないよ「学校は」「学校は」とか言って。 そんな読めっちゃ読みにくくない,いやめっちゃ読みにくくない学校終わって <laughs> 使いません普通に学校終わったって言いますゆねちゃん落ち着いてるからねそうだね12分の時差でバス降りる前に読んでもらったおおよかった <laughs> ありがとう俺はあんだと思うどういうことああそういうこと先進であんずえ <laughs> アンズが精神年齢一番上だと思う本当あ、アンズ <laughs> 待って、アンズはあんま考えれないかもしれん。アンズ <laughs> 本当とほんアンズの話題しかしないよね。リーナの話題も出してよ、たまにはね。リーナの配信ですよ。見た目も中身もベビーちゃん。リーナ、そのベビーじゃないよ。見た目、見た目はベビーかもしれんけど、中身はベビーじゃないよ。 ゆねち, <laughs> ちゃんは普通に大人やねんって確かにね確かに確かに精神年齢一番上とか言うけど普通に大人だったわ精神年齢大人とか言うけど確かに普通に大人だったわ <laughs> 確かに確かにね学生枠だとりーなが一番上かも確かにあでも確かに学生枠って言っても大学生の方とかもいるのか <laughs> でも全然違かったわ そっか確かにリーナちゃんと恋番できるの嬉しいって <laughs> リーナも嬉しいわ全然恋したことないのに <laughs> 面白いやつによく絡まれますって面白いやつに絡まれるのジュ <laughs> 期キは最年少が最年長を泣かすことないのないです <laughs> 泣かしたことないです泣かされたこともないですこれなんだっけ あれありがとう紅茶だ紅茶ありがとうこのグラス可愛いよね順位1は先輩目青木理香さん伊藤美希さんミオタスさんミオタスさんって呼ぶの呼ぶの <laughs> ミ,オミオタンさんねの誰かに自分から話しかけてみてえー、そんなに緊張するじゃんでもバレンタインは渡したいなって思ってるから 感じだけど、えー、緊張するじゃんそんなんどういう話題から話せばいいのかわかんないじゃんまずね来週担任発表だけど2歳児の担任な気がしてるえー、いいないいな <laughs> リーナもアイドルやめたら保育士になろうかな <laughs> 2歳児の担任したいなリーナもいいなこのペースだと今日も園長先生かな いやあもう延長先生しましたもう50分ですスクショタイム取ります <laughs> 待って10分は絶対終わんなきゃいけないからちょっと倍速で読みます待って今コメントどれくらいあるんだろうまずそれが知らんあ結構あった結構あでもそんななかったわ倍速で読みませんいけますきっとちょっと待ってあコメントどっか行ったかも <laughs> 待ってあああく行く行く行くいったいどこにある一体どこにある あれああ,あった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  <laughs> あった,あったももたんさんとかミレイさんは赤ちゃんの写真くれたよくれたじゃないんだよないんだよないのにどう作り出せと <laughs> ないんですよこのペースだときあっさっき読んだね東海入れるならもっと会えてるよまあそうだね <laughs> 確かに7時42ありがとうこんばんこんばんは <laughs> 面接の時魂抜けた抜けるよなみんなやっぱり <laughs> 魂飛ばすりちゃんうんなんかなんか魂感じるなって思ったら飛んでると思ってたリーナの魂が <laughs> 2歳の頃はまだカラー写真が珍しい時代なのにでデ,データが残ってないとかってそんな珍しい時代なの知らんけどそうデータ残ってないと思うんだよね知らない自分から2歳児の写真ちょうだいとか言いに行かないからさ わかんないけど、まあ、でもタイにいた時の写真はあるかも結構可愛かったよ <laughs> ちょっと自分で言うのもあれだけどなんかちっちゃい頃の写真見てるとさあ赤ちゃんのリーナ可愛いなって思うんだよねえ思わんえなんかめっちゃめっちゃナルシストみたいな感じだけどさ自分の赤ちゃんの時って割と可愛いとか思わない <laughs> この頃は可愛かったとか思わない <laughs> 思わないももたんさんは制服で決めました知らんけど制服で決めた そうなの制服リーナ制服では決めたくないかなこんばんはこんばんはリーナ組ですありがとう <laughs> ぜひフォローよろしくお願いしますこうやってやってさなんかさハートのリングライトみたいなのめっちゃ欲しいんだよねどうやったらハートになるかななんないか無理か諦めろって無理だ諦めよう <laughs> 友達と愛してるゲームしたら言うじゃんって愛してるゲームしないよしないよ私2歳でチュポーズ 2, <laughs> 2歳じゃないんだが2歳じゃないんだが2歳でチュポーズやる <laughs> やる <laughs> なんか「私」みたいな。 <laughs> 私っていう時なんか「私」のポーズしてって言われたらこうやってやるのよきっとリーナ「私」ってだから私二歳「私」と2歳をやってこれです <laughs> 優しいねありがとういいこと言う14歳なの精神年齢は年次10歳なんでリーちゃんファンにめっちゃ優しいから大好きありがとうそこは愛してるじゃないのね <laughs> そこは愛してるじゃないのね りーちゃんの時差は大体15分ぐらいから知らんけど知らんけどうんりーなも知らん <laughs> 話が広がりそうなコメントを拾ったら配信が盛り上がる確かにそうだねくちゃん10期そうくちゃんくちゃんやってやってたりーな的にはくちゃんが好きなんだけどみんな肉ちゃんくちゃん言うからそんなにリーな肉って思ってたけど <laughs> そんなにその肉っぽいとか思ってたけど <laughs> さっきお餅食べたりーな朝お餅食べたよ実は今46分時差何分 今五十四分です。五十四八分か。めちゃくちゃ緊張しないんかうんめちゃくちゃ緊張しなかった。受 <laughs> 験さんこんばんはこんばんは。ぜひフォローしてくださると嬉しいです。数学楽しいやんえー、難しいよ。そろそろ延長の時間が近づいてきたいやもう延長しちゃったんよ。だいたい杉本が星になるのが理解できないそれなディナダメ。 リーナ阻止された <laughs> 成人になったらで、ね、クレジットカードとかの話もああクレジットカードリーナ早く入手したいんだけど <laughs> 入手早くなんか手元に欲しいんだけど早く成人にならないかなクレジットカード欲しいめちゃくちゃ現金嫌なんだよな別にいいけどさ持ってる分にはなんかな <laughs> 出す時とかさなんかめっちゃ混んでるコンビニとか行った,行った時さ リナ現金で払ってんのよ後ろ詰まるやんでみんな急ぐやんめっちゃめっちゃなんかせかされてる感じしてすごい嫌なんだよねだからピッて一瞬で払っちゃいたいリーナはごめん今日はギリだった大丈夫 <laughs> お風呂からただいまお帰りお昼の時に「ゆうねちゃんふしぎちゃん」って言われたけどどんなところがふしぎちゃんですかいや 特に不思議ちゃんじゃないと思うけどだってそれお披露目の頃はみんな不思議ちゃんじゃない <laughs> 誰も誰もその子のこと知らないんだから今は多分みんな不思議ちゃんじゃないと思うけどねりーちゃんなんか飲み物あるのいやないですあ紅茶いただいたからね水儲けしてな、ね、いいや大丈夫です <laughs> バレンタイン渡すのを話すいいきっかけ確かにねいやそれ以外それ以外ねそれ以外の話よ 青木さんにはお酒入りのチョコを私と喜ばれるえお酒買ってないな本壇ショコラとあ、あれ、待って、時間結構やばい、待って、やばいかも、待って、ごめん、ちょっと飛ばすわ、また今度話します、やばいかも、これ、8時になったら、自動的に切れるからさ、ごめん、バイ、バイ、バイマシリーナ、うん、くるくるくる、できたらモイストレ4であポ、ポーズ、ポーズ、ポーズ、うん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 。 さあ、に、え、ちくオッケー。資 <laughs> 格いけるけど、けつさんのリーダー様は頑張って取ったから、あー、そうならね。魂抜けたポーズ。わ、あ、あ。わ、あ、あ、あ、楽しいね。<laughs> おやすみポーズ。うん、うん、うん、うん。うん、うん、うん、オッケー。保育系の大学入ったら、資格取れるよ。そうなんだ。いいね。でも、保育系の大学、帰るつもりはないんだよな。 パパさんとかおばあさんとかデータ持ってる持ってると思うよ知らんけど。えー、今日のポーズは2チャイ、2チャいリンポーズでしたね。そうでしたね。りーちゃんいつでもかわいい。ありがとう。<laughs> ニックネーム、メンバーの名前を書くなら変なコメントは気をつけてね。うん、そうですね。<laughs> でも資格持ってるの,のは武器になると思う。そうだよね、やっぱり。まあそんな収穫、収収穫じゃないよ。就職する予定はないんだけど。まあ持ってれば持ってるほどいいよね、別に。そ <laughs> うはないと思う。 ハートよりも星型のライトえ星ややだよなんかトゲトゲって感じネットに出てきたちびっこリーナ可愛かったってあああれね <laughs> そうだよ愛してるようにいろいろ言ったやんってありがとね <laughs> ここにいるみんなが12日当たるおまじないあーたあああたれ終わり <laughs> ちょっとごめん時間があなんで勝手に切れるのはやだよちょっと無駄遣いしちゃうよって えー、無駄遣いリーナ、無駄遣いしない人だから大丈夫。<laughs> めっちゃ普通だけどダブルピースんフ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 んオッケーフフフ。キャッシュレスレさんキャスレさそうなのよ。カードは使いすぎる。大丈夫使いすぎない人だから、リーナ。<laughs> みんな思ってるよりリーナ割と節約家だから。今日も楽しくて、可愛くて楽しい発信ありがとう。こちらこそこちらこそああやばいハートありがとう<笑><笑>待って、ごめん。結局、お前速になっちゃうね。ねねねやばいやばいやばい。 あああ、あ,あ,あ,あごめん、ごめん、ごめん。結構飛ばせよ。飛ばす。飛ばす。ごめん。え、配信ありがとう。こちらこそこ,こ,こ,こちらこそこちらこそ <laughs> 無理あ間に合った次のトーク会で愛してるゲームしよう。無理です。嫌です。りーちゃんは優しいから好き。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそちょっとめっちゃめっちゃ飛ばしちゃってごめんね。ギリギリな倍速配信でしたね。<laughs> めっちゃ慌ててるやん。慌てるよ。勝手に切れるの嫌だから、あにな。車はそれは？ ダメだよクルバーマーはダメですリーナですよリーナ名前覚えてください <laughs> 最後自己紹介だけしようかはい S K フォーティートジェイ研究生のリーチャンこと杉本リーナです十四歳の九月二十日生まれ大型乙女座ネズミ同士、えー、犬とウサギが大好きで、えー、好きな食べ物はお肉が特に大好きなんですけど一唐揚げ二ごま団子三カリマンのミツです大好きなのは特に 果物で大好きなのは、ぶどうりんご、えー、桃とか、とかです。んー、あとなんかないかな。パイナップルとかも好きです <laughs> あとなんかある。ないね、ないね。じゃあ、バイバイ。え、ちょっと最後まで見て,た見ていただき、ありがとうございました。絶対に切らせたくなありません。おやすみなさい。じゃあ、ぜひ、たさんもよろしくお願いします。フォロー、フォローも、大丈夫、大丈夫、時間。あフォローもよろしくね。